はい、こんにちは、ビッグボーイです。それではコールオブデューティーの過去作振り返りっていうことで、ブラックオプスをやっていきます。ブラックオプスに関しては僕の中では一番シリーズの中ではプレイしていない COD の一つなんですが、それで一周しかしてなかったっけか。パークのプロ化が結構難しくてあんまりやってなかったっていうのと、あとまだモダンオフェア2にハマりっぱなしだったっていうので、あんまりブラックオプスはゾンビの方がまだやってるっていうくらいでしたが、まあやっていきたいと思います。COD の中ではわりかしもっさりな部類になっているゲームで、あんまり馴染めなかったっていうか、なんというか BO2 では逆にモダンオフェアあたりに近づいた感じがあるけど、じゃあなんて読むんだろうな、これガリルっていうのかな。この野郎とあとトマホーク、バリスティックナイフでやっていきます。おお、こんな感じだったか。これなんだ、モーションセンサーか。これはどっから敵が来るんだっけな。リバイブ？あれ？バリスティックナイフってリバイブができたっけ？リードを奪われた。と、こっちまで来ちゃったけどどうしよう。敵いないけど。クレイモアがあるぞ。壊せたっけあれで。壊せないな。なあ、下手くそ。おっ、危ねえ。いれ、どこだ。あとハードラインをまた同様につけてるので、くぅ。装備を破壊された。待って、こっちにいるんじゃね。銃オッケー。偵察機、上空に味方偵察機。バリスティックナイフは苦手。あ、味方。オッケーの。まだ来そうだな。貫通しない。待て、オッケー。やばい、超敵いる。やばい。待って。オッケー。コブラさんを呼んで、倒して。で、どんだけ前線にいるんだ。まだ一人いるな。普通にいた。OK、救援物資を呼ぼう。味方救援物資接近中。何が出るかな。味方偵察機接近。カウンター偵察機スタンバイ。上空にカウンター偵察機、敵を妨害中。装備を失った。やって、いや、なんかこのクラシックな戦場がいいな。オッケー。見えない。あれ、逃げた。いや、おお。あー、言えよ。ごほ、やばい。ん？あれ、敵じゃね？普通に。まあいいや。オッケー。あー、なんか地味に楽ってないか。まあいいか。なあ、やられた。この辺にモーションセンサー置いてと。そこに一人いる。ナパーム爆撃、攻撃開始。ほい。くそ。
ん？あれ？まだいる？いや、ちょっとバリスティックナイフで。はぁ！顔出せ。出すね。敵が真上にいる。っていう、リスチが変わったから。敵ラバンバ撃敵中。ナパーム爆撃もあったな。おお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 おダメだなこりゃ。はっ、リロードリロードリロード、早く早く、やばい。オッケー、カウンター偵察機が動いてるよ。まだだー、やられた。か、偵察機動かして、展開準備完了。上空に味方偵察機、追い続けろ、勝てるぞ。上空に今です。あっそっか、ナイフ判定がないのか BO は。僕忘れてた。オッケー、また向こう脇か。味方偵察機接近。偵察機嬉しい。偵察機スタンバイ。ああ、あれ敵か。偵察機さあ、もうそろ終わるな。味方偵察機接近。はっ、くそ。ああちょっと倒したかったけど終わっちゃった。キルレ4。あれ？あ、動いた。というわけで、久々に、ブラックオプスやってみました。じゃあ次回、ブラックオプス2、もしくはゾンビをやってるかもしれません。はい、ご視聴ありがとうございました。